えー、前回の続きというか、前回とや重複するところもあるんですが、えー、10月25日に、えー、戦艦負荘山城ですね。はい えー、西村艦隊がレイテ沖海戦で、えーまあ、あの出撃してレイテ島敵が上陸しのレイテ島に北から突入する栗田艦隊に対して西村艦隊西村中将を率いる西村艦隊は南から突入を試みたと言いましたけれども、まあ、栗田艦隊が敵の空襲とか散々潜水艦による攻撃とか敵の空襲とか散々やられているうちにちょっとんもう予定が随分と伸びてしまいましてですねで、えー、西村艦隊が予定時刻通りに先に、あのーまあ、南からあ南から 突入したそこで大部隊が、あのー、ち何十隻もの敵の大部隊が待ち受けておりましてわずか7隻の西村艦隊がこう集中攻撃を受けるこれが釣り顔海峡野戦。 まあ、これで旗艦、えー、だった山城も、あるいは両艦の富裕も、そして7隻中、その山城富裕を合わせて6隻が撃沈されるという,、ね、もう悲惨な最後を遂げたわけでございますけれども、でこのせふ戦艦富裕山城のことをね、戦記者とかで見ると、もう本当に老朽艦、ね、もう艦例が30年。 にもなるような、もう老朽艦で、こんな使い道のない戦艦で、あの、戦争が始まった後はしばらく内地で訓練用に使えたのは、なんか本当にもう日本がピンチになってきたから、こんなところで無謀な使い方されたってね、ね、あるいはまあ、ものによっては。 他の軍艦だって、本当はサクサク、こうね、敵を避けることもできただろうに、不層山城がなんか20ノットぐらいでなんかやってるもんだから、もうそれに一緒について行かされるだけでも、本当にこっち、こっちが迷惑だみたいなね。そんな書き方されることが多いんですけども、うん、その、まあ、 後世戦記者でディスられてしまっている戦艦、布曹山城というのはいかなる戦艦だったのかということをちょっと、ね、あのここで見ていきたいと思います、異例検証のためにもね、はい、でそ,のそれの流れからあの、まあ、今年どういう異例検証が行われたかという話、関内神社関係でそういう話をしていきたいと思いますけれども日露戦争、ご存知だと思います日露戦争、ね、日露戦争のときは旗、まあ、艦ミカあの機関であった戦艦ミカサカ、三笠以下主力戦艦を6隻、日本は持っていました。戦艦といっても もう後の戦艦大和みたいに4 6ンチ砲とかねあるいはそれ9本持ってるとかそんなもんじゃなくて、えー、戦艦三笠などは3 0 5センチ砲4門を持ったででもそれで最新鋭だったわけですよこれイギリスに作ってもらったんですけどね日朝戦争中に活躍した戦艦、えー、6隻は全部イギリス製でございましたであのー、あれですね あのイギリスに作ってもらったその6隻のうち2隻が途中で戦没、まあ、しかも海戦壁闘に戦没いたしまして残る4隻を重宝に駆使してなんとか航海海戦や日本海海戦を、えー、勝ち残ったわけなんですけれどもで日露戦争後。 まあ、日朝戦争開始直前ぐらいから作り始めてた軍艦が日朝戦争後にも続々できるわけですよ、まあ、日朝戦争の行く末どうなるか分からなかったから日朝戦争でもっとやられた場合はそれを補充しなきゃだめだから日朝戦争中も戦艦を三笠と同じぐらいの強さの戦艦を、まあ、作り続けたといいますか、えー、作ってもらう。 いていたわけですね。はい。で、その中で例えば戦艦カトリカシマというのがありまして、はい。あの戦艦カトリカシマっていうのは後にできるじえっ、ー、と練習重洋艦の、えー、カトリカシマと同じ名前で、はい。あの戦艦カトリはね。 あの例えば第一次世界大戦に活躍したんですよこれも関内神社とちょっと関係があるんですけれども戦艦カトリは陸兵50名ほどを乗せてサイパン島の攻略に向かうんですね、まあ、敵が頑強に抵抗してくれば、まあ、沖合から艦砲射撃ぶっ放すとかってねなんかにに日本軍がサイパンを攻められた時の逆パターンみたいな攻め方もしたのかもしれませんが、まあ、敵の,あの抵抗はほとんどなかったのでほとんど無抵抗でサイパン島を占領した。でその陸兵たちを 陸へあげて、で、香取は帰りますと、香取は帰りますと帰るときにいやいや、陸に上げられた兵隊さんたちはですね、もう、故郷から離れ、遠く離れたサイパンなんかでね、こう、まあ、もちろんあの自分たちはしっかりこう守るんだけれども、なんか守り神が欲しいと、守り神の神社なり神棚が欲しいということで、どうしたかというと、この戦艦香取の館内神社の神様をさらに分けていただいて、香取神社を作ったというんですね。その香取神社を作った、あの、小高い丘のことを香取山 と呼ぶようになったらしいですけど、つまりこのカトリー戦艦カトリの管内神社は、あの皆さんご存知カトリ神宮ね、あの千葉県カトリ市のカト神宮からあの分けていただいてましたから、そのつまりカトリ神宮の分け身玉の分け身玉という形でサイパン島にカトリ神社があったんですね。はい。でそれは実はね、あのその三十年後の。 あのサイパン島の戦いあの大東亜戦争中のサイパン島の戦いでもう本当に蹂躙されてしまってあのその神社もなくなってしまいましたので、えー、戦後改めて <laughs> 昭和60年といいますか今から三十数年前ですね、えー、に改めて香取神宮から分霊する形でサイパンの香取神社が再建されたわけですけれどもこういうところで関内神社が関係しているんですね。でえーまああのこの 三笠と同じ手法30.5センチ法四門だからこういうね、連想法が 2, 2つですよ。前後に2つというのがカトリカジマ。で、それをさらに副法25センチ法を加えて強化した戦艦薩摩秋型というのがで、実はこの戦艦薩摩というのが日本が初めて作った戦艦です。自分自前で作った戦艦です。この頃からですね、 この戦艦を、戦艦や、まあ、あとで言う巡洋戦艦を、横須賀海軍交渉と呉海軍交渉で交代交代で作るようになっていきます。だから、同じ形の軍艦2隻があって、また、例えば、戦艦薩摩だったら、薩摩秋というね、動型艦2隻あるわけですけれども、それを横須賀海軍交渉と呉海軍交渉で作ることによって、えー、まあ、縁切りまでないですけれども、まあ、日本が攻められた時に、横須賀海軍交渉か呉海軍交渉、どっちかぶっつぶされてもですね、 えー、この薩摩秋をそ横須賀か暮れかどっちかが健在であればしっかり修理や補修ができるというねそういうあの考えもあったわけです。で えー、この日朝戦争から第一次世界大戦にかけて、この戦艦、以前も言いましたが、戦艦の定義というのは、その時代における世界水準の最大口径の方を積んでる艦、それを大体戦艦というわけですけれども、その戦艦について、戦艦をもうちょっとね、高速化して、まあ、走行、走行っていうのは、まあ、敵からね、撃たた時にそれを食い止めるこの走行ですよ。走行を少し犠牲にする代わりに、高速力で、あの、走れるようにした。 うういう巡洋戦艦というのも並行して作られるようになりました後に日本もね8 8艦隊といって,って巡洋戦艦発石、巡洋戦艦発石っていうのを作ろうと、まあ、それは途中で断念するわけですけれども。でこの戦艦薩摩秋 のつくのと並行して巡洋戦艦の筑波型の筑波ばイコさらにはくらま型のくらまイブキというのが建造されました。これわかると思うんですけどね。あの戦艦まカトリカ島はこれは神宮の名前なんですけど、戦艦薩摩あたりからはこれ国名が定着するわけですね。それまではさ,さっき言ったように三笠とか富士とかね、あのあの発せとかいろんな戦艦の名前があって、えー、まあちょっといあの艦名のあの由来も一定しなかったんですが、このあたりから 国,国旧国名になりましたが薩摩の国、えー、今の、うん、鹿児島県の。 西半分ですねで。秋の国、秋ね、広島県の,あの、まあ、西半分、その広島市内を含む方ですね、はい。で、巡洋戦艦は、その巡洋艦と同じく山の名前、十、まあ、巡洋艦ですね、後の一万トン級巡洋艦と同じく山の名前になった。だから、えー、巡洋戦艦、つくば、生駒、そして巡洋戦艦、鞍馬、伊吹となったわけですが、えー、こういう戦艦も30.5センチを4門積んでいたんですが、はい、で今まで、あの 上げてきた巡洋艦あ戦艦や巡洋戦艦は30.5センチを4門積んでたわけですがここでですね、えーまあ、これイギリスとかに作ってもらったりしてみをう見まねで,で日本も国産するようになっていくわけですけれどもが、えー、本,本番のイギリスではですね30.5センチを4門じゃ飽き足らないとそれをはるかに超える攻撃力を持った戦艦を作るぞというけど思い切って、はい、30.5センチをそれまで4門だったんですよそれを2.5倍ななんかあのテレホンショッピングみたいになんと2.5倍 倍の大,大特化じゃなくて、大武装でその10問を積んだドレッドノートというのをですね。これも日曜戦争の直後にあの完成したんですけれどもで、このドレッドノートがはい。もう当時、世界最強の戦艦としてドアと踊り出たわけです。それまで4問しかなかったのに、現10問にしたわけだから、もう。 ドレッドノート以前の戦艦なんで、も単なる旧式戦艦になっちゃうわけですよ。だから、この後はですね、あの、ドレッドノートと同じか、それ以上の戦艦でないと、とてもじゃないけど、太刀打ちできないと、列国、列強の海軍で、こうね、渡り合っていけないということで、ドレッドノートが、あの、最低の基準となるわけです。で、ドレッドノートと、あの、同、同レベルの、を、えー、まあ、戦艦を、ドレッドノートの度を取って、度のその、まあ、日本の漢字では当て字にしてるんですけども、度級戦艦と、 超ドキューって後までまだ出てきますけどそのまずド級戦艦が、えー、出てくる。ね、あのー でこの土球戦艦、ドレッドノートに対抗するために日本も30.5千兆を10問積んだったら、じゃあこっちも12問作るぞってことで、ね、30.5千兆を12問積んだ戦艦河内摂津を作るんですが、えーまあこれ、これも旧国名ですよね、河内摂津、どっちも大阪でしょ、まあまあ、河内はいわゆる河内地方、大阪の東の方の河内地方で、摂津は大阪の北西部ですけれども。 まあ、南西部が泉の国で北西部が摂津の国で,で、大阪の北西部と、えーまあ、兵庫県の南,南,南東部ですね、はい、あの神戸の,あの例えば摂津本山の辺りまで摂津の国ですから、えー、も,もっとなのかな、えー、だからもうちょっと例えば湊川の戦いというのは神戸駅の近くで湊川古戦場ってありますけどあれも摂津の国ですよね摂津の国湊川でございますからはいでえー この戦艦河内施設をなんとか作って。 作っ,た作,作ったり作ろうとしたりしてる頃にもうすでに、うん、ああのイギリスは次の、ねえー、次のクラスを作ってくるわけです 30.5cm 以上じゃなくてさらにその1ランク大きい、34. 3 4 3ンチ方を10問積んだ、えー、戦艦オライオンというのをこれ第一次世界大戦の直前に、えー、完成させてでこういう戦艦を揃えて第一次世界大戦に突入するわけですねヨーロッパ諸国は。だこれはセンチををを積んだ土球戦艦をさらに に超えるね、どっを超える、えー、戦艦ということで、超度級戦艦というわけですよ。度級を超える、ドレッドノートを超える戦艦、ドレッドノートの水準を超える戦艦、ね。超度級ってっ皆さん何を思い浮かべますかね。えー、さっき試しに超度級でなんか検索してみたら、まあ確かに超度級ねで、まあなんかあの、食べ物とかで超度級のうまさとかね。うん、それ、あの、それとかなんか超度っち、M カップとかにも出てきましたけれども、えー、まあその話はやめましょうか。あの、で、それで、まあ、その、まあ、それ、 並んで一応、ちょうど急戦艦も、ね、ちょっと最近ミリタリーに興味ある人も増えてきてますからそういう話が出てまいりました。 で,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 すよで、この超度級戦艦をイギリスが世界最,前最先端だからイギリス、えーっとね、第一次世界大戦ではイギリスとドイツが世界最強の座を争って世界最強海軍の座も争ってたあたユートランド機械戦もそうですねもう何十隻もの戦艦をお互い揃えてそれであのもうとんでもない数の艦隊同士で艦隊決戦するわけで,でだからこう、値どころが悪くて爆沈してしまった、ね、戦艦とかもあるわけですけれども。で、 えー、そういう中でですね、日本は まあ、イギリスにかなう超ド級戦艦を最初作れなかったので、えー、イギリスが、34. 3 4 3ンチ砲、まああのよえーね、10問持ったような戦艦を作っていた中で,です、ねまあ、これはこの後の日本の企画にもなるんですが3 5 6, セン,チ砲、ね、6センチ砲をじゃあ10問から遠慮して8問積んだ戦艦、まあ、超ド級戦艦 <laughs> これを、まあ、あのイギリスに作ってもらって保有することになりました。 戦艦金剛ですね。で、戦艦金剛があのー、これが、えー、日本が。 外国に作ってもらった最後の戦艦です。これ以降は全て日本の戦艦は国産なんですね。で、日本が最後に作ってもらった外国製戦艦にして、えー、同時に、えー、大東亜戦争中、日米戦争で、えー、活躍した唯一の,あの外国製戦艦なんですよ、うん。だからイギリスに作ってもらったわけですけれども、今後以外は全部国産。今後だけがイギリス製だったんですね。で、このコン戦艦今後はもともとだから重要戦艦今後として、 だから、あの、さっき言かれてる名前も、山の名前でしょはい。金剛山の金剛ですよ。で、えー、この巡洋戦艦金剛を、まあ、言うなれば、見よう見真似で、日本は三、えー、隻同型艦を作りました。横須賀海軍交渉で、えー、比叡で、えー、神戸川崎造船場、今の川崎重工で、えー、春名で、さらに、三菱長崎造船場、今の三菱重工で、えー、霧島。えー、この四隻を揃えて、金剛型四隻。これが、実はですね、 あの大東亜戦争中日米戦争中最古参の戦艦だったんですがところが実際戦場で一番。 活躍した戦艦なんですこれは巡洋戦艦から、まあ、ちょっと、速力を落とした階層を経て、えー、第二次近代化階層で高速戦艦へと生まれ変わった。30ノットの高速力を持つ戦艦へと生まれ変わったわけですね。それによって空母に随伴させることが可能になった。あの、高速力の空母とか駆逐艦とか巡洋艦に劣らない、劣らない、こう、速力で、機動部隊の、えー、まあ、 護衛の中核をなすこはいで金ンというまあ外中戦艦を身を見真似で比叡春名霧島とえ作ったわけですけれどもここで日本はさらに打って出ますはい、えー、この頃はもう欧州は戦争の真っただ中だから普通ねあの <laughs> 軍艦も含めまして兵器が最も あの、発達するのは、これ、戦争中ですよね。戦争の真っ最中だから、もう一、一国一秒でも早く敵よりも強い兵器を作らなきゃダメだ。当然、敵よりも強い戦艦を作らなきゃダメだということで、戦争中が一番、あの、兵器の発展が、まあ、促進されるわけですけれども、まあ、あと戦争中に促進されるものがあるとしたら、まあ、福祉とかですね。 こ誤解があるんですけれどもあの、戦時中の日本って究極の福祉国家でしたよね、も,もちろん人がたくさん死ぬから、福祉国家がどうかということとは別に、まあまあ、不,幸不幸な面もある国家だったのかもしれませんけれども、戦争中は、だからあの人が亡くなったことに対して国家が本当に手厚く、ね、扱うわけですので、そういう意味では大変な福祉国家だった、まあ、という見方もできるわけです、まあ、今の人はそういう見方をしないのかもしれませんけどね、まあ、まあ話がよく要するにそれました。戦争しているるところがが一番兵器が発達すすはずです から第一次世界大戦に一番激戦を戦った、まあ、ドイツとバトってたイギリス、フランス、ね、それともちろんドイツが一番兵器を発展させるはずですよ実際飛行機とか散々んん発展しましたねところが戦艦に関してはそういう,なんかもうオン・ザ・ジョブであのバトって,て日々改良を加えているイギリス、フランス、ドイツの戦艦を追い抜く形で日本がなんと、はい、この3 5 6センチ砲これを これ、それまで世界になかった、はい、その35.6センチ砲という当時、あの、世界でも最大口径のこの手法を、まあ、連想ですから、2問ずつのね、連想法を6機備えて、この12問、ね、あの、保有す、まあ、12問を要する戦艦をなんと諸外国に先駆けて作ってしまった。これが戦艦不桑と山城だったんです。ねえ。 でこのと山城、まあ、は、ふそから2年ちょっと遅れているので若干あの微妙なんですけれども少なくとも山城はですね、えー、完成時は世界最大の戦艦でございました。ね いやもちろんね最も,っともあの世界世界の歴史上を見ると世界最大のなんちゃらっていうのはだからそのできた瞬間は世界最大とか世界最高とか世界最強とかできた瞬間だけとかできた瞬間から数ヶ月とか数年とかそういうものはもう山ほどあるんですけれどもえー、ともあれですよ日本が初めて作った世界最大の戦艦あるいは世界最大の軍艦だったのが扶桑山城なんですねそれを考えると歴史を知る人にとっては扶桑山城というのは大変感慨深い軍艦だしで特に当時の のねあのー、海軍でも当然そういう思いは残ってたはずですよ、世界戦,戦,戦艦不掃やむしろは今ではなんかこうおじいさんみたいに扱われて、ね、あの年寄りの艦みたいに扱われてるけれども、もともとは我が国が本当に心血注いで横須賀海軍工場,これ海軍工場でなんとか世界最高のものを初めて作った、そういう存在だったわけです。だからそっちの方でできれば伝えたいですね もちろん悲惨な沈み方をしたというのも重要なんでしょうけれどもその悲惨な沈み方をするその,そのもの自体の,その起こり発祥としては日本が初めて生み出した世界最高、まあ、ついでに世界最速でもあったんですけど、ね、あのほ,ほんの僅かな間ですけどそういう,もう大変優秀な軍艦だった、ね、だからそういう軍艦を生み出したあの後輩なんだよと我々はね。 そう,そういうぐらいにやっぱり誇りを持つべきことだと思いますでその戦艦扶桑山城の館内神社の分霊を持ったのがこちら京都府八幡市に鎮座します岩清水八幡宮でございます御本殿はこれ国宝ですね5年ぐらい前にこれ指定されましてこれ徳川家光の頃にねあの、まあ、建てられた集築された御本殿ね で両脇に信長兵があったりあの信長の黄金が奉納した黄金の塗油があったり、まあ、それはあの「くのじゅんチャンネル」のバックナンバーの信長の話をしているところをご覧いただければ詳しく述べているんですけれどもでこちらでですね、まあ、10月25日はもうう以前から言っている通りたくさん軍艦新んだからいろんなものが重なりますので10月25日を避けていつも、ね、近い日にあの戦艦扶桑山城の慰霊検証さえを行っております今年は10月30日に、えー、させていただきました。はい えー、この、えー、祭壇、祭壇がこれ、研修センターというところに設けられて。だから、本殿はね、ご祭人が、あの、王神天の中中愛、えー、王神天の神宮皇后姫狼の三座あの、お祭りされているので、これ、戦没者がお祭りされているわけではないので、えっ、ー、と、この戦没者に降りてきていただく祭壇を設けて、研修センターにね、それで、慰霊検証祭をいつもさせていただいているわけですね。あ当然、本殿の方は、あのー、 はい、皆さんでご参拝いただいてるわけですがでこの祭壇の両脇に、えー、私の友人の、えー、菅野裕之博之画伯の手による鉛筆画をお,お供えしているわけでございまして私もこちらの主催帝国海軍軍会令検証会の会長として、えー、サイモンを創上させていただきまして、まあ、最後に記念撮影させていただいたわけですけれども、えー、この石、えー、清水八幡宮の祭典も実に9年目になりますねえー、実は石 <laughs> 清水八幡宮が戦艦まず山城の 内神社の分裂元じゃないかということで私があのもうこれも10年近く前にね 10, 10年ほど前かにあのご連絡させていただいたのが始まりだったわけでございますけれども、はいえー、その時にこの写真の左側これ,これは、えー、と5年前の写真でございますね、えー、私の向かって左側にお座りの西中道根木がですね 山城と山城国家と山城だから岩清三島軍じゃないかということで,でその本,本とかの資料でも書かれてたもんですからで、えー、ちょっと神社側の資料を教えて,なんかあの教えていただきたいと言ったら、まあ、それまではあの神社側でもご認識がなかったみたいなんですけども、えー、大変あの精力的にお調べくださってです、ね、シャム日誌に戦艦山城に館、えーまあ、内神には分類したという記事が出てまいりまして、えー、無事クロスチェックつまり軍艦海軍側の人が書いたもん とえー、神社側に残ってたた資料の話が一致したとだからどっちか片方だけだったらなんか勘違いじゃないかとかねあるいは適当に変えたんじゃないかっていうことありうるんです。しかし、えー、ここでちゃんとそういうものがつながったわけでございますね。で、えー、さらには,でそは山城の分類元ということが分かったんですがじゃあ不相はどうなんだと山城の同型館不相型の不相山城ですから不相のはどうなんだね 不桑神社ってないんですね。もともと山城は旧国名で山城の国で山城の国の武神として皇室の数軒も扱った岩清水八幡宮それはわかるんですけど不桑の国ってないんですよ。不桑ってのは日本のことなんですね。不桑略記とかいうねあの書,書物もありますけれども不桑って日本のことまあもともとの意味で言えばあの中国東方のなんかこう桃源教理想教のことを不桑と呼んでたわけですけれどもだからその不桑町扶桑町という地名はあの <laughs> 例えば愛知県とかにもあったりしますからそのあたりの神社でこう結構電話かけまくって調べたんですけど手がか,かりがなかったらなんとそれでなんか悶々とした時,時期にですね、えー、西さんから連,連絡いただいていやあのあと山城のことをもうちょっと調べようと思ってさらに。 内あの、シャム日誌ね、あの、昔の80年前、90年前の日誌を調べていたら、不層のことも出てきましたと。戦艦不層の乗組員も、その自分ところの館内神社の分礼元として、当社にご参拝の記録がありましたと言ってくださって、あ、戦艦不層と山城、どっちもが岩清水八幡軍だったんだと。 ね、なんか山城が先にご分裂をいただいてふそがそれに引きずられたかもなきにしもらずですけども、まあ、ともあれ、えー、戦艦ふそ山城どちらも、えーまあ、このね有名な石清水八幡宮から、あのー、神様を分裂したんだなということが分かって関内神社の本にもね記させていただいたわけでございますけどももう一つ、えー、もう一つ何を言いたいかというと、えー、この戦艦ふそ山城ね、あのー こちらの加藤昇注意ですよ。西さんと反対側の私向かって私の右側にいらっしゃる加藤昇注意。えー、昨年。 えー、97歳でお亡くなりになりましたけれどもですねあまあ,あの中心よりご冥福をお祈り申し上げるとともに、えー、この方も私がねこれまた、えー、と9年ぐらい前に初めて、えー、加藤中尉のところに取材に行った時はですね、まああのまあ、加藤中尉はね巡洋艦最上の乗組員だったんですね航空機搭乗員あの巡洋艦最上って航空機をあの同型艦の中では一番たくさん詰めるように、まあ、放灯事故があったこともあってねそう,そういうふうな、えー、航空機をたく多めに詰め 詰めるようになってたのでそういう、ねえー、まあその関係が充実してたわけですけれども、えー、そこに、まあ、あの搭乗員として配置された、えー、海軍飛行予備学生13機の方でございますだからあの学徒知人の前にあの志願したわけですねで立命館大学中在学中に 志願した。で、えー、この方は巡洋艦最上に、えー、乗り組んでさっきの釣り顔階級野戦の時に戦艦山城フソとともにねあの西村艦隊の一艦として出撃してで最上を撃沈されてしまうんですがまあフソ山城の方が先に撃沈されたわけですがその。 戦艦の機関山城そして同型艦「富裕」の壮絶な最後を目の真ん当たりにしたというんです、ねまあ航空,航空機搭乗員なんですけどもあの冷凍機改造の時は航空機が先に返してしまって、えーまあ、加藤中尉は、ね、普通に士官として乗り込んでたみたいなんですけれどもで目の前で本当に魚雷が数え切れないほどドアン向かってきて富裕山城にどんどん命中して最初の頃はぐっと耐えながらこう進んでるんですがだんだんとどん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 命中するとついに耐えきれなくなって、まあ、やがて転覆して沈没するわけですけ 本当に悲惨な。 沈没の仕方をしてで、まあ、悲惨さを伝えるとともにでも内心としてはやっぱりもう出撃の時から、ね、ブルネイを出撃する時から巡洋艦最上は、ねあのー、昭和に入ってから作られた戦艦で37ノット最高で出るので,です、ねまあ、軽快に走ることができるわけですけれども、うん、フ富裕山城は20ノットちょっとしか出ないからこんなのロマな軍艦に,とについてかされるのは我々だってなんか危ないじゃないかという,ふうな不満でいっぱいだったらしいんですよ。よ、まあ、まだ若いあの,血の,気の の多いねあの頃の <laughs>、えー、加藤注意だったわけですけれども、えー、だったんですが <laughs>、ね、でその西村艦隊のね戦艦山城不相まあ,あの出来た順に言うと不相山城のあの最後を見たあの貴重な証言者ということで、えー、こちらの石水八幡宮の祭典にもあの、まあ、ちょっとちょっと あの、まあ、お体のお具合があれになる前までは、あの、毎年参列していただいて,てで、それも参列してくださるようになってですね、あの、まあ、考えが変わったとおっしゃったわけですよ。ね ノロマの艦と一緒に行かされるなんてその艦王けと行く一緒にあの出撃するようなもんだともう戦後ずっと思っていたんあれその時も思ったし戦後もそんなもんだったと思ってたんだけれどもこの祭典に参列するとですね戦艦扶桑山城の武君、まあ、それがいや岩清水八幡宮もいろんな資料例えば写真とかも発見されたとかで掘り起こしてくれたわけですけどでそれと慰霊祭に参列した時に戦艦扶桑山城の、まあ、乗組員と、まあ、別に乗組員は目に見えませんよ、ね、しかしなんかそういうい祭典 のの中でその通じ合のうものがあったのか、まあ、ある時突然泣き崩れで,です、ね、あ,のあなた方のおかげで自分たちは助かったんですねと戦艦扶桑山城が敵の攻撃をほとんど受け止めてくれたおかげであの、まあ、最上は、まあ、最終的には撃墜されるんだけれどもあの戦艦扶桑山城のようにねもうあの 生存者がそれぞれ6名、10名とかそ、そんな悲惨、それほどは悲惨ではない形で沈ん,沈んでくれたことで自分たちも助かった。戦艦不相山城の会助かったんだ。そして戦艦不相山城で必死に戦ってくれた人たちの会へ助かったんだということに気づいたというのね。そういうことをおっしゃってくださって。ね まああのまあ、主催者としては、ね、そういうふうにおっしゃっていただけるというのは何よりありがたいことでもあるしでなおかつ、やっぱりこの異例検証ということを、まあ、続けることで、まあ、別に戦争経験者は特定の方向に誘導しようとかいうあの考えはもとないわけですけれどもです、ね、あの戦争とかあるいは個別の戦闘ですよ、この場合だとはスリガオ海峡野戦、ね、冷帝沖海戦の中で特に10月25日の未明に行われた西村艦隊と敵オルデンドルフ艦隊との間 戦戦えたた野戦とは何だったのかあるいはそして、そこの生死を分けたものは何だったのかと、ね、戦死した戦死した方々と戦死せずに生き残った方々を分けたものは何だったのかそういうことを、まあ、やっぱり主催する側の我々もこういう方の,、ね、お,あのお話しくださったこととかあるいはその。 祭点における行動を見ることを通して深く感じさせられるものがありました。これからもあるかもしれません。 まあ何にせよ戦艦不足そして山城が、えー、我が国が、ね、初めて作ったと言いましたけど、えー、戦艦不足ができたのが、えーまあえー、大正4年1915年ですからこれあの明治維新からまだ50年も経ってないわけですね明治維新が明治元年の前の年1967年だとすれば48年後明治維新から50年も経たないうちに世界最強を作れちゃってたんですよ我が国は。 これ恐ろしいことですよねま敵国からすればね、まあ、だからこそあのこれ日本がそのまま戦争戦艦を作り続けてこれやばくなるんじゃないのとアメリカイギリスが思ったとしてもこれは無理がないことででそれが、まあ、ワシントン海軍軍縮条約になったりとかそしてその後じゃあじゃあでもそうやって戦艦を新しく作ることができなくなったらどうやってその後さらに進歩した大和武蔵を作り出すの そういういことも実は神社と軍艦とか海軍との関係と無縁ではないということをまあ後でお話ししたいと思うんですけれどもまあ前,回の前回のことをもう一回言っておきますとえそういう今、山城もそうですがそういった軍艦も世界最高クラスの軍艦によって構成された海軍が日本を守るそして日本や日本人が神社を守る地域で神社を守るそしてその神社が 管内神社というね神の守りでもって海軍を守る。えー、この三者のですね結びつきこれが日本の国防だった。 海の守りだった。こういうことをもう一度思い起こすためにもですね、ぜひ関内人のことを皆さんに知っていただきたい。えー、今回はちょっと不層山城のことで力が入りすぎたかもしれませんけれども、ぜひね、なんか戦艦山と武蔵とかほどには、あの、現在は注目されることが少なくなってしまった軍艦ではありますけれども、えー、ぜひ戦艦不層山城のことを、まあ,ごあ、今、ウィキペディアとかでね、写真とかも見れますからね、そういうのに触れていただければと思います。えー、今週もご視聴ありがとうございました。